で、こんなに女性に反応あるんだって予想してたんです。次が大好きやからね。何が来ても美味しい。はい、今回も、観音山フルーツパーラー岡山、よりお届けしております、シックスブラザーズの正田さんです。よろしくお願いします。うめえな。パフェが美味しいって思うとかそんな来るとは思わなかった。分かる。そう、いや、そうか、そういうことか。いや、確かに45時でも食べれるんってことか。いや、そう、そうなんですよ ね。だからもうちょっと小さいのないですかとかってよく言われるんですけど、でも僕も最初食べに行った時思ったんですね、量多いなって思ったんですけど、で意外と食べれちゃうっていうと、うん、食べれる、これは食べれちゃう。あとはでもなんかこう嬉しい誤算というか、うん、そんなにってありがたいことに思ってるのが、うん、リピーターさん結構いてくださるんですよ。でそれこそ1ヶ月に1回ペースぐらいで新作が出るんですよね。やっぱりもうキッチンの頃からしておいって思ってるかもしれないですけど、うんうん、1ヶ月に1回こう出していくと、うん、次はだから桃の時に次はブドウパフェですよってお伝えしてて、うんうんうん、でブドウの時に多分ね次イチジクなんですよ、うん、あーおーおーおーイチジクってこんなに女性に反応あるんだって。予想してたんです。次が大好きやからね。何が来ても美味しい。今日のどこかでイチジクパフェの試作多分やるんですけど、そうイチジクのパフェってすごい待たれてて、すごい。だからその新しいの出るたんびに来てくださるダンディーな男の人たちもいらっしゃるし、女性の方々もいらっしゃるし、なるほど。そんなにパフェってリピートするのかなって正直思ってたんですけど、どっちかって言ったらケーキ寄りのイメージがずっとあったんですけど、甘いケーキの種類みたいな感じだったんですけど、はいはいはい、でもこれちょっとケーキじゃないですもんね、どっちかって言ったら。なんか違いますよね、うん、だスイーツっていうよりもやっぱ フルーツの方にうちはすごい力入れてて、うん、だから岡山ってフルーツ王国って言われてるんですけど、うん、あのフルーツパフェ専門店ってあんまりないんですよ。だからやっぱこうチョコとかそういうスイーツにこう特化した可愛いこう、まあ、それはそれで全然いいんですよ、全然いいんですけど、せっかくフルーツのフルーツ王国って言われてるのにフルーツを主体にした、だからうちはもちろん土台めっちゃこだわってるんですけど、フルーツを邪魔しないというか、だからチョコ系ってあんま使ってないんですよ。チョコチョコ入ってるものはもちろんあるんですけど、あんまり主体にすることはない。はい、あくまで主役はフルーツ。オープンして1ヶ月になったんですけども、まあ、正田さん的にもう多分ね次の 1.2 考えてると思うんですけど、はい、まあ、これなんかこう長期なスパンで展望は どんな感じで正田さん的には。僕の展望は、うん、今岡山贈り物ファームから始まって、うん、で、まあ、先ほどお話ししたように贈り物、うん、まあ、フルーツを贈り物にっていうところは一つ、うん、まあ、形としてはできている形なんですよ、うん、で次はもう日の目を見ない果物たちに日の目を見せるフルーツパフェのお店があって、でそこである程度こうちょっとこうかっこよく言っちゃうとマーケティングの出口的な部分なんですよね、うん、要は一般消費者につながる、出口のところを今少しずつ固めていかせていただいていて、で、まあ、SNS を、まあ、インスタとあとツイッターと、うん、をしっかりこうやる中でお客様にこういろんなストーリーであったりとかっていうのを伝えていけるものと、あとお客様と実際やり取りをできるコミュニケーションの場っていうのをしっかりこう構築していってるんじゃないですか。で、次にやっていきたいことっていうのはやっぱり生産をもっと知らないといけないなって思っていて、あの生産現場のところにやっぱどんどんこうスタッフも僕ももちろん足しげく行ってるんですけど、まあ、そこにスタッフもやっぱり一緒に行ってほしいなと思ってますし、そこの生産の思いとかしんどさとかを知った上でやっぱこう提供していくと語れることも伝えできることもやっぱり全然違いますしっていうところをちゃんとやっていきたいなっていうところと、一番こう解決していきたいところっていうのは、あの岡山のこのフルーツ、まあ、桃とかマスカットも含めたこう、まあ、農業がすごい盛んな県ではあるんですけど、うん、そこがやっぱり高齢化とともにあの耕作放棄地たくさん出てきてるんですよ、はい、でまだ出てき始めたところ
だと思っていて、うん、で今こう農業をやられてる方 の, あのボリュームゾーンっていうのがやっぱりどんどんこうスライドしてきて65歳70歳っていうあたりがすごい多くはなってきてるんですけど、で若い人たちもねどんどんこう、うん、新規収納したりとかしてくれてるんですけど、ただいかんせん多分追いついてないんですよ、うん、だからどちらかというと耕作放棄地がどんどん増えていってる状態で、耕作放棄地って専門的に話したらすごい難しいんですよ、うんうん、農地法すごい難しくて、うんうん、その農地で持ってるものを、うん、通常の運用をして上に建物を建てるとかっていうのは基本 NG なんですよね、うん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 、なんで農地として置いとかなきゃいけないんですけど、うん、でもやり手がいないから放棄するしかないんですよ、うん、ってなると耕作放棄地になるんですけど、うん、で耕作放棄地って何が問題かっていうと、一生懸命こう農業してる人たちの間で、まあ、仕方なく耕作放棄してる土地があったとして、うん、でもそこってもう雑草も生えてくるし、うん、害虫害獣の住みかになっちゃうし、うん、ってなると周りの農地にすごい悪影響を及ぼしちゃうから、うんうん、実際はそこっていうのもなんとか手を入れなきゃいけないんですよ、うんうん、けどそこをやり手がいないっていう状況があって、でそこにうちは取り組んでいきたいなと思っていて、うんうんうん、だからこう出口から固めていって入り口のところを現地の農家さんとこう連携しながら、うん、生産のところに実際足を踏み入れていくっていうのが、うん、ここから向こう3年5年ぐらいのスパンでは考えてますっていうのが一つ大きなチャレンジ、うん、でも面白いですよ、こうカフェを運んできた人が、はい、私これないからとかって言ったらめっちゃ面白いですよね。いやめちゃくちゃいいと思う、うん、はい、確かに私が植えたブドウの木で取れた、うん、ブドウなんですって言うのって実は5年かかるんですけど、うん、そうブドウってやっぱ植えてから実が取れるまでに5年かかるので、うん、まあ、実際は3年ぐらい取れるんですけど、うん、美味しい大きな房ができるようになるっていうのは5年かかる、うん、から今からやっぱ手入れていって初めて5年後にうちがそういうことをやれるようになるっていう段階なんで、だからこの仕事やるようになってより中長期見るようになりましたね。だって今植えても5年後なんですよ。そうそうそう、だからそこに手を入れていくっていうのが一個大きな目標であって、うん、でそこを作っていくのを当然僕もやるし、僕が思ってるのは、そこでこう、まあ、岡山って地方の中に入るわけじゃないですか、うん、都市部と地方で分けると、うん、僕も外に出ていろいろマーケティングとかを学んできて、うん、で今こう出口の部分をいろんな仕事にさせていただいていて、でそこを地方でもこう体系だってこう学びながら、うん、農業に携わりながら生産の方も携わりながらっていうのができる、うん、こう働く場所じゃないですけど、うんうんうん、この環境を作っていきたいなっていうのが今僕が思ってる会社として取り組んでいきたいってこと、なんか農業だけをやるんじゃなくて、うんうんうん、マーケティングだけをやるんじゃなくて、うんうんうん、僕両方多分知ってないといけないと思うんですよね、うんうん、っていうのがこう岡山でも、うん、まあ、それこそ藤森さんもいろんな配信とかでね、うんうん、いろんなところのお手伝いとかされてる中で、うんうん、まあ、ご自身でも発信されてて思うことって、うん、今ってね場所に限らずいろんな人にこう届けることはできるんですけど、うん、でもやっぱりなんかこうやっぱ都心部の方が情報早かったりもするじゃないですか、うん、っていうところをやっぱこう逆こう輸出じゃないですけど、うん、僕が戻ってきたことで、うんうん、まあ、それこそこういう大阪との会議っていうのを残しながら、うんうんうん、こういろんな経験を岡山でも積める環境を作っていく、そういう会社にしていくっていうのが僕の、まあ、5年ぐらいの今の目標です。今更なんですけど、わざわざこれ T シャツシックスブラザーズって書いてますけど、はい、会社名で、会社名シックスブラザーズっていう会社でやらさせてもらってます、はい、6人兄弟、6人兄弟なんですよ。全員男、全員男ですね。いや1から6までなかなかいないですよね。なかなか、もう6人男兄弟は本当だ、聞いたことありますか。あ、いや出会ったことないですおそ松くんですね、リアルおそ松くん。ほんまですよね。そう、双子とかもなし、いないんで、うんうんうん、もうリアルにこう2年おきごとぐらいに生まれてすごいですよね。で、まさかが一番上ですね。僕一番上です。はい、そこから15年の間に6人ですね。詰まってますね。すごい。で今は一番下の
一番下の弟がうちのキッチンで入ってますね。うん、はい、すごい兄弟と働くの面白いですね。いや面白いですね。だからこそなんか大変だなって思う時もありますけど、でも比較的多分僕身内に厳しいんで。いやでもまあ15離れてたらね、あんまり兄貴兄貴ってならないでしょうから。そうですね、うん、ビシッとする部分もありますね、うんうん、なるほど。でも兄弟でなんか仕事できるっていうのもすごい、うん、面白いですね。今あの5男5番目がちょうど4月にうちに入社したんですけど、うんうん、あの彼も IT 企業で4年ぐらい働いた上で、うん、こっちに、うん、まあまあずっと来いよっていう話は1年ぐらいずっとしてたんですけど、今会社でやってるプロジェクトを、まあ、任された仕事を、まあ、キリいいとこまでやって、うん、来るわっていう話で来てくれたんですけど、うん、もうめちゃくちゃもう助かってますね。 僕の真逆のタイプなんで、はい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 、真逆というか、うん、きっちりしてますね。今日予定どうなってんのみたいな話聞くじゃないですか、うん、普通に、うん、そしたらいやいや Google カレンダー入れてるか見てよ言われるみたいな。なんかすごいやっぱ兄弟でやるのはすごい楽しいありますね。うーん、喋ってみて、今日喋ってみて、喋ってみてどうでした。喋ってみて。いや、まあ、まずユイオンさんが来てくれたことがすごい嬉しくて。そうですね。あれいつです、多分今年の初めの8月岡山では、そう去年の8月に岡山で、うん、その時に絶対できたら来ますねっていうお話いただいてて、やっぱ絶対来てくれるっていうのはもちろん思ってたんですけど、実際来てくれてやっぱすごい嬉しいっていうのがまず第一にありがとうございます。ありがとうございます。はい、ところと、まあ、話してみて、いやどういう風に映ってるのか分かんないですけど、僕めちゃくちゃ上がり症なんです。本当に、特にこうカメラが向くとダメっていう、カメラとかマイクが向くとダメってめちゃめちゃ言われるんですけど、多分めっちゃ喋ってますよ。めっちゃ喋ってます。うん、めっちゃ喋ってます。もう無意識にこう喋れるのはこうやっぱりユイオンさんのこうホーム感というか、藤森さん中心にこうユイオンさんのメンバー皆さんで作ってくださるこのホーム感というか、なんかね、こう映られた方々みんなおっしゃってるじゃないですか、それこそグランドスラム関連の方とかもなんかすごいアットホームな感じで、緊張せずに行けました、いやいやって聞いてましたと思ってましたけど、あ、こんなにこう楽しくお話しさせていただけるのって、うん、なんかすごいです嬉しいなというか、素敵だなっていう安心感です。大きく出るようにしよう、ここ安心感。逆かこっちっていうので楽しく、はいはい、させていただけたので、いや、はい、本当にフルーツとパフェの思いを、熱い思いを聞けたなと思います。すいません、はい、語りきれない。フルーツネタまだまだたくさんあります。はい、また聞きましょうじゃん、はい、また聞きましょう、またぜひ。一時一時ね、一時行きましょう。はい、そんなわけでありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、本日はサイキックアドバイザーりんこさんのところにお邪魔しております。よろしくお願いいたします。